埼玉県西部の土岐川町は面積のおよそ7割を山林が占める木の国です。町の人々は木を大切に守り育ててきました。その中には数百、数千年の時を経た巨木もあります。関堀の大イチョウ、根回りがおよそ9メートル、幹に深く刻まれたシワが特徴です。樹齢は1200年と伝えられています。自光寺のタラヨウジ、自光寺境内にあるこの木の葉に文字を書き、手紙の代わりに使われました。この古事がはがきの語源となったと伝えられています。樹齢1200年の月です。萩日吉神社にある小持杉、ひときわ高くそびえる2本の杉の木が合体し巨木となりました。樹齢はおよそ800年。西平の大茅、この巨大な茅は樹齢1000年と言われています。幹の太さは7メートルあります。森の中にひっそりと佇んでいます。巨木たちは時代にとらわれず町を見守り続けています。